2021年、青森県の民家で内縁の夫が、短切り包丁で手にかけられるという事件が発生しました。夫は過去にお酒を飲んで内縁の妻と口論。警察を出動させる騒ぎを起こしていますが、妻は被害届の提出を望まず、この時は事件化していません。彼はなぜ命を奪われたのか、酔いが招いた恐ろしい悲劇とは。今回は、裁判員が退場した衝撃事件、青森と私内縁夫事件を解説します。まずは事件概要からご説明します。2021年3月29日午後11時50分ごろ、青森県と私東24番町の静かな住宅街で、悲劇的な事件が発生しました。この日、2階建ての民家で暮らしていた会社員の和田恭平さん、当時30歳が、思いもよらぬ形で命を落としました。事件の発端は、同居していた内縁の妻、エステサロン経営者の三浦咲子、当時27歳からの119番通報で、咲子は、内縁の夫の首を刺した。と、自ら犯行を告白する形で通報したのです。現場に駆けつけた救急隊員が目にしたのは、首の右側を深く刺された和田さんの姿でした。使用された凶器は、日常的に台所で使用されていたであろう刃渡り20センチメートルのパン切り包丁で、救急隊は直ちに和田さんを病院へ搬送しましたが、懸命の救命措置も虚しく、約1時間後に和田さんは帰らぬ人となりました。翌30日の早朝、警察は現場にいた三浦咲子を殺人の疑いで逮捕。この家では、2人の他に4人の子供たちも一緒に暮らしており、6人家族の平和な日常が一瞬にして崩壊してしまったのです。事件当日、2人は酒を飲んでいたとされ、過去にも2回ほど、飲酒後に喧嘩になり警察沙汰になったことがありましたが、しかしこれらの出来事は当事者たちの意向で事件化されることはありませんでした。この事実は、アルコールが2人の関係に及ぼしていた影響の深刻さを物語っています。近隣住民の証言によると、2人は普段は感じのいい夫婦として知られ、和田さんは子供たちと雪遊びをしたり、近所の雪かきを手伝ったりする姿がよく目撃されていたのです。この証言は表面上は平和に見えた家庭の裏側で、どのような問題が潜んでいたのかを考えさせられます。警察の調べによると、和田さんの体には首以外にも複数の傷があったことが判明。この事実は、事件当時の状況がより激しいものであった可能性を示唆しています。事件の背景にはアルコール問題だけでなく、より複雑な要因が絡んでいた可能性も考えられ、この事件は十和田市という地方都市の平穏な日常を一変させ、内縁関係にある夫婦間の暴力や、アルコール依存症がもたらす悲劇的な結末について、社会に大きな警鐘を鳴らすこととなりました。また表面上は平和に見える過程でも、深刻な問題が潜んでいる可能性があることを私たちに再認識させる重要な事例となったのです。なぜ内縁関係だったのでしょうか。咲子と恭平さんの関係は一見すると幸せな家庭に見えましたが、その実態は複雑で多くの問題を抱えていました。2人は4人の子供と共に2階建ての一軒家で暮らしていましたが、その家族構成は一般的なものとは異なり、子供たちは、恭平さんの連れ子である小学生の男の子、咲子の連れ子である小学生の男の子と女の子、そして2人の間に生まれた生後6ヶ月の女の子です。さらに地元関係者の証言によると、咲子が最初に子供を産んだ際の父親は、彼女が飲食店で働いていた時の客でした。その人物はかなり年上で裕福だったとされていますが、高級クラブのような場所での出会いだった可能性が高いと推測されます。内縁関係について、咲子は、席はどうでもよい、家族以上にただ一緒にいたかった。と語っていたそうですが、後に明らかになった事実はその言葉とは矛盾するものでした。咲子は母子家庭向けの児童扶養手当を不正に受給していたことが判明。これは彼女が実際には恭平さんと同居しているにもかかわらず、公的には母子家庭を装っていたことを示しています。さらに咲子は SNS 上で、シングルマザーとして奮闘する姿をアピールし、インスタグラムやフェイスブックでは、仕事と育児の両立に励む姿を積極的に発信していました。これはエステサロンの顧客を含む周囲の人々に、
自身を成功者として印象付けたいという意図があったのではないかと推測されます。咲子が経営していたエステサロンリラクサロン花の所在地にも注目すべき点があり、当初は自宅から約900メートルの十和田市東11番町にあるアパートの2階で営業していましたが、2020年12月に同じ市内の三本木牛止まり地区のアパートの一室に移転しました。新しい場所も自宅からわずか 2.5 キロメートルの距離で、近隣住民の証言によると、咲子と恭平さん、そして4人の子供たちは、事件が起こる数ヶ月前に一軒家に引っ越してきたとのことです。エステサロンの移転と合わせて考えると、この時期に家族全体で新しい生活を始めようとしていた様子がうかがえます。しかし表面上の心機一転とは裏腹に、二人の関係には深刻な問題が潜んでいたのです。咲子と恭平さんの内縁関係は外見上の幸せな家庭像と、実際の複雑な事情との間に大きな乖離があったことがわかります。経済的な問題、過去の関係、アルコール依存の問題など、様々な要因が重なり合って最終的な悲劇へと発展していったのではないでしょうか。彼女はなぜ夫を手にかけたのでしょうか。ここからは犯行動機へ迫ります。咲子が内縁の夫である恭平さんを手にかけた背景には複雑な要因が絡み合っていたと考えられます。まず二人の関係の始まりについては不明確な部分が多いものの、恭平さんが2016年に前妻と離婚した後、咲子と出会った可能性が高いと推測されます。しかし2019年にはすでに二人の間で警察沙汰になるような喧嘩が発生していたことから、その関係性が早い段階から不安定であったことがうかがえます。恭平さんによる DV の問題はこの事件の重要な要素の一つです。2019年に2回恭平さんが酒に酔って咲子に暴力を振るい、咲子がそれを警察に相談したという事実は二人の関係に深刻な亀裂が生じていたことを示しています。警察からの注意にもかかわらず、この問題が根本的に解決されなかったことが悲劇的な結末につながった可能性があります。一方で咲子自身もアルコールへの依存傾向が見られました。彼女はフェイスブックへ、お酒は大好きだけどつまみ食べたくなるし、体に良いことなんて一つもない。でも好きなことは我慢しない。その分たくさん運動したり筋トレやマッサージして補ってます。体のために週2回は休肝日を設けます。頑張ります、と書き込んでいます。お酒を楽しむ一方でその悪影響を認識し、週に2回の休肝日を設けるなど自制を試みていた様子がうかがえます。しかしこのような対策にもかかわらず、アルコールが2人の関係に悪影響を及ぼし続けていたことは明らかで、近隣住民の証言によれば2人は日常的に酒を飲んで喧嘩をしており、その声が外まで聞こえるほどだったとされています。これは2人の関係が表面上は平和に見えても実際には深刻な問題を抱えていたことを示唆しています。特にアルコールの影響下で感情のコントロールを失い、言葉の暴力や身体的暴力につながっていた可能性が高いと考えられます。事件直前の様子も注目に値し、事件の5日前に投稿された動画では咲子と子供たちが仲良く写っており、2日前には親子で楽しそうに草むしりをする姿が目撃されています。しかし事件当日、2人が再び酒を飲んだことが悲劇的な結末をもたらす引き金となりました。日常的な不満やストレスの蓄積、そしてアルコールによる判断力の低下が重なり、咲子は極端な行動に出てしまったのです。事件後、咲子が産んだ3人の子供は彼女の母親に引き取られましたが、恭平さんの連れ子については情報が明らかになっていません。この事件はアルコール依存症や家庭内暴力の問題、そして内縁関係における法的保護の不十分さなど、現代社会が抱える様々な問題を浮き彫りにしました。同時に表面上は平穏に見える家庭でも深刻な問題が潜んでいる可能性があることを私たちに警告しています。冒頭でお伝えした裁判員の退場とは何を意味するのでしょうか。では裁判の様子をお話しします。この事件が裁判員裁判となったことで、一般市民の目線から事件の真相に迫ろうとする試みがなされましたが、予想外の展開を見せることとなりました。被告人である三浦咲子は手にかける意思はなかったと無罪を主張し、
弁護側は正当防衛を訴えました。これに対し検察側は、酒を飲んで内縁の夫と口論になった際、思い通りにならないことに激高し命を奪ったと反論しました。弁護側は、内縁の夫から暴力を受け威嚇するため包丁を持ったところ揉み合いになり刺さったと主張し、両者の主張は真っ向から対立しました。裁判の焦点となったのは、事件当時に咲子が自身のスマートフォンで撮影した動画でした。この動画には包丁が刺さる瞬間は映っていませんでしたが、音声は明瞭に記録されていました。検察側はこの動画を重要な証拠として提出。しかし、この音声証拠が裁判の流れを大きく変えることになります。音声を主張した裁判員の一人が体調不良を訴え退場するという事態が発生したのです。青森地裁はこの事態を重く見て裁判を休廷し、当該裁判員を解任しました。2人の補充裁判員が選ばれていましたが、両者とも事態を申し出たため、結果的に補充裁判員不在のまま公判が継続されることとなりました。この音声証拠の内容は公開されていませんが、専門家は怒鳴り声や悲鳴、相手を罵倒する言葉、揉み合いの音、物が倒れる音などが含まれていた可能性が高いと指摘しています。さらに、被害者の命が奪われる瞬間も録音されていたのではないかと推測されています。人間の情報需要において、視覚からの情報が 87% を占めるのに対し、聴覚からの情報は 7% とされています。しかし、音声情報は直接的に自律神経系に影響を与えるため、視覚情報以上に強烈な印象を与える場合があり、特に暴力的な場面や生命の危機に関わる音声は、聞く者に強いストレスを与える可能性があります。裁判所は通常裁判員へのストレスを軽減するため、遺体写真をイラストに置き換えたり、画像に加工を施すなどの配慮をしていますが、音声証拠に関してはそのような加工が難しく、生々しい内容がそのまま裁判員に伝わってしまいます。この事件の裁判では2022年9月6日に判決が下され、検察側の求刑16年に対し、裁判所は懲役13年の実刑判決を言い渡しました。この判決は事件の重大性と被告人の背景を考慮したものとみられています。この裁判は裁判員制度の課題も浮き彫りにしました。一般市民が重大事件の裁判に参加することの意義は大きいものの、同時に彼らの精神的負担をいかに軽減するかという問題も提起され、今後音声証拠の取り扱いや裁判員へのケアなど制度の改善が求められる可能性があります。彼女はなぜ音声を録音していたのでしょうか。あくまで憶測になりますが、お酒を飲んだ恭平さんは DV 行為へ進む傾向があり、咲子はそれを客観的証拠として残そうとしていたのかもしれません。2019年に2回あった DV 騒ぎは警察沙汰になっているものの、彼女が被害届を提出しなかったことでただの喧嘩として処理されています。提出しなかったのはエステサロンへの評判を考えた結果でしょう。2人の子供が生まれたのは2020年9月、逆算して考えると仲直りの関係性を持ったのが2019年11月下旬から12月上旬。彼は警察沙汰に発展した後反省し、子供を宿していた彼女には手を挙げなかったのかもしれませんが、咲子が出産を終え少しずつ生活が落ち着いたタイミングで DV 行為も再発。今度は被害届を出そう、もしくは何かあった時のために録音しておこうと考えた末、喧嘩のやり取りを音声に残したのでしょう。そうでなければこの段階はいわゆる家庭の事情、できることなら他人には隠しておきたい状況です。それにもかかわらず録音したのは彼女が身の危険を感じていたからかもしれません。続いて咲子の真相心理を読み解きます。彼女は DV 行為を受けたのになぜ別れなかったのでしょうか。個人差もありますが、 DV は暴力を振るうことが目的ではなく、相手を支配することが目的。そのため彼は暴力を振るうことで自分の思い通りに相手をコントロールしたかったと思われます。しかし毎日手を挙げるわけではありません。機嫌が良ければ優しく接するし、お酒を飲まなければヒートアップすることもないでしょう。咲子が恭平さんと別れなかったのは恋愛感情もありますが、彼を理解できるのは自分しかいないという気持ちが大きく、恭平さんに対応することで
自分の価値を再確認していたからではないでしょうか。もちろん他にも理由はあると考えられますが、彼女が SNS に投稿した画像を見ると、どこからどう見ても幸せな女性、仕事も子供も手に入れた勝ち組のような印象を受け取れます。DV は事実ですが、投稿された写真に微笑む彼女は美しく、丁寧に手入れしたと思われる自分の姿を映し出しており、暴力を受けた痕跡は見受けられません。そのためもしかしたら限られた頻度の DV だったからこそ支配される感覚はなく、単なる酒癖の悪さで済ませられる程度だった。ところが咲子もお酒を飲んでいたため、彼から浴びせられた一言をきっかけに怒りが爆発したのではないでしょうか。スマホでの録音を試みた時点で冷静だった彼女も、彼からの言葉あるいは DV 行為に感情を揺さぶられ、ついにはスイッチが入ったのかもしれません。咲子は恭平さんを刺した後、彼に求められ119番通報しています。この時点で我に返り現実に戻った。憎しみのあまり彼を手にかけたのではなく、衝動的にそばに置いてあったパン切り包丁を手にして刺したと判断されます。悲劇は防げなかったのでしょうか。最後に2人の関係性を考察します。司法解剖を担当した医師によれば、彼の傷は包丁を振り下ろしてつけられた可能性が高いと鑑定しました。すなわち憎しみを込めて胸や腹部を真正面から狙ったわけではない、売り言葉に買い言葉で振りかざしたのでしょう。もちろん明確な意思を持って決定打を与えられる首の頸動脈を狙った可能性もあります。咲子はエステティシャンなので、人の体についてある程度の知識を持っていますが、恭平さんに頼まれて119番通報するくらいなので、包丁を持っていた時はただ怒りに任せただけ、彼の命を手にかけてやろうとまでは思っていなかったのではないでしょうか。2人はそれぞれに SNS で発信し、意識を高く持った振る舞いを心がけているため、ドロドロした愛憎劇のような関係性ではなかったかもしれません。むしろお互いにお互いを利用した共依存のような関係、心の底から憎しみ合っていたわけではないものの、咲子はお酒を飲んで気持ちが大きくなっており、口論の最中に思わず刺してしまった。キッチンのどこに置かれていたか不明ですが、凶器がパン切り包丁だったことからも、目についた刃物を手に取っただけ、お酒抜きで冷静に話し合って別れる選択をしていれば、ここまでの事件に発展しなかったかもしれません。この事件は表面的な美しさや幸せな家庭像の裏に潜む深刻な問題を浮き彫りにしました。容姿端麗な三浦咲子に注目が集まりがちですが、この事件の本質はそこにはありません。むしろアルコール依存症、ドメスティックバイオレンス、経済的問題、そして内縁関係における法的保護の不十分さなど、現代社会が抱える複雑な問題が絡み合った結果として捉えるべきでしょう。この事件を通じて私たちは、表面的な判断を避け、社会の真相にある問題に目を向ける必要性を学びました。家庭内の問題は決して他人事ではありません。周囲の人々が気づき、適切な支援や介入を行うことで、このような悲劇を防ぐことができるかもしれません。私たち一人一人がこの事件から学び、より良い社会を作るために何ができるかを考え、行動に移すことが重要になってきます。和田恭平さんのご冥福を心からお祈りいたします。2011年、高知県にある市営住宅から出火し、焼け跡から夫の遺体が発見されるという事件が発生しました。焼失したのは約23平方メートル、妻は煙を吸って軽傷、子供は顔や手足に火傷を負っています。さらに夫から心中しようと言われたという証言から、当初一家心中で火がつけられたと思われましたが、実際は妻による恐ろしい復讐劇でした。2人はどのような結婚生活を送っていたのか、彼女に関わる警察官の不祥事とは。今回は愛が憎しみに変わった瞬間をお伝えする、高知県美人妻がソリン事件を解説します。まずは事件概要からご説明します。2011年6月7日午前1時50分ごろ、高知県高知市小石木町の市営住宅で火災が発生しました。この火災で部屋に住んでいた無職の高橋誠さん、当時46歳が遺体で発見され、火災により居間や台所が焼失しましたが、妻の高橋智美、当時36歳は1歳の次男を抱きかかえ、8歳の長男も連れ出して無事でした。
近隣住民の証言によると、ともみは火災直後付近を歩き回りながら、パパが火をつけたと叫んでいたそうです。その後の事情聴取でも、夫が心中しようと言ったと話していました。しかし供述には一貫性がなく、取り調べで追及されるうちに、夫の暴力に耐えられないから命を奪って二人の子供と暮らしたかったと罪を自白したのです。実際の犯行は、ともみが夫の誠さんの体にガソリンをかけて火をつけるという残忍な方法で行われました。この行為により誠さんは全身やけどで帰らぬ人となりました。火災による焼失面積は約23平方メートルに及び、事件発覚後、ともみは殺人と現住建造物等放火の疑いで逮捕され、その後の捜査で、ともみは計画的に犯行を実行したことが明らかになり、この事件は夫婦間の深刻な問題が極端な形で表出した事例として社会に大きな衝撃を与えました。また DV の被害者が加害者に転じるという複雑な側面も持っており、家庭内暴力の問題の深刻さを改めて浮き彫りにしました。二人の出会いと結婚生活はどのようなものだったのでしょうか。夫である誠さんと妻ともみは共に愛媛県松山市出身で、ともみは1992年に高校を中退し、ゲームセンターでアルバイトを始め、そこで面接を担当したのが誠さんでした。二人は交際に発展し、同棲生活をスタートさせました。この頃のともみは若さと美貌で評判だったといいます。その後、誠さんは独立してゲームセンターを経営するため、ともみを連れて高知県高知市へ転居し、新天地での生活は二人にとって希望に満ちたものだったでしょう。4年後の1996年、二人は結婚し、結婚式はアメリカのロサンゼルスで挙げられ、150万円のウェディングドレスと80万円のオーダーメイドスーツを仕立てるなど贅沢な式となり、帰国の際も飛行機はファーストクラス、新幹線はグリーン車を利用するなど豪華な新婚生活を送っていました。この頃の二人は周囲から羨ましがられるほどの仲の良さだったと言われています。ゲームセンターの経営は当初順調で、月収100万円を超える月もあり、二人は高級車を乗り回し、ブランド品を身につけるなど贅沢な生活を満喫していました。しかし周辺に競合店が出店したため売り上げは激減し、そのためともみは2002年から生活費を稼ぐためスナックで働き始めます。美貌を生かした仕事でしたが、夜遅くまでの勤務は夫婦関係にストレスをもたらしたかもしれません。しかしゲームセンターの売り上げは回復せず、2004年に誠さんは店舗の経営権を譲渡し、突然の経営破綻は二人の関係に大きな影を落としたと考えられます。その後、誠さんは薬剤師の資格取得を目指しますが、思うように進まず市営住宅へ引っ越して生活保護を受けるようになり、この時誠さんは38歳、ともみは28歳でした。長男が生まれたのはこの頃だと推測され、経済的困窮と育児のストレスが重なり、夫婦関係は徐々に悪化していきました。当初近隣住民からは、夫の後ろを歩くつつましい妻と評判だったともみでしたが、次第に夫婦喧嘩が日常的になっていき、誠さんは気に入らないことがあると子供にまで暴力を振るい、ともみも頭を強く窓ガラスに押し付けられるなどの暴力を受けていたようです。喧嘩の激しさから近隣住民が警察に通報し、パトカーが出動する事態も起きており、このような環境は子供たちの成長にも悪影響を及ぼしたことでしょう。2010年には次男が誕生し、生活はさらに苦しくなり、子育てと経済的困窮のダブルパンチで夫婦関係は限界に達していたと思われます。2011年3月、ともみは、助けてください、手にかけられるかも、夫から暴力を受けていると高知南署へ電話し、翌月には子供2人と共に高知県女性相談支援センターへ保護されました。さらに高知地裁に DV 防止法に基づく保護命令を申し立てましたが、詳細は不明ながらしばらくして自宅に戻っており、この決断の背景には経済的な不安や子供たちへの影響を考慮した複雑な思いがあったのかもしれません。ともみが誠さんと出会ったのは16歳から18歳頃、
誠さんはその時に14歳から26歳と推測され、年の差があったにもかかわらず、二人は強く惹かれ合ったのでしょう。結婚したのは友美が20歳から24歳の頃で、これが二人の人生の絶頂期だったと考えられます。しかし、その後の経済的困窮と暴力的な関係性が、かつての愛情を憎しみに変えていったのです。友美の家庭環境については、母親が事件の7年前に他界しており、幼少期に暴力を受けた過去があることが裁判で明らかになっており、父親については詳細が不明ですが、年上の誠さんに包容力を感じ、幸せになれると思って結婚を決意したのではないかと推測されます。しかし、結果的にこの選択が悲劇的な結末をもたらすことになってしまいました。では犯行に至るまでの経緯をお伝えします。事件の6日前、2011年6月1日午前2時ごろ、ともみはタクシーに乗って高知市内のガソリンスタンドへ向かいました。タクシー運転手に対して、夫が遅く帰ってきて車がガス欠になった。疲れているみたいだからガソリンを買いに行く。と説明しています。この時点でともみはすでに犯行を計画していた可能性が高いと考えられます。ガソリンスタンドでは5リットルのガソリンを携行缶に入れて購入し、その後、再びタクシーに乗車し、自宅の前で車を止めてほしい。近所迷惑になるといけないからここで。と伝えて降車しています。ともみが車の運転免許を持っていなかったこと、そして自宅に車がなかったことから、このガソリン購入が通常の用途ではなかったことが推測されます。6月1日から6日までの間、ともみは夫を狙うチャンスを伺っていたと思われ、事件前日の6月6日、夫婦間でいつものように喧嘩となり、午後9時から11時まで怒鳴り合う声が響いていたことが、近隣住民の証言から明らかになっています。この喧嘩の後、誠さんは台所に布団を敷いて就寝しました。この時、母親の行動に疑問を持った長男が、これからパパを手にかけるの?と尋ねたことが報告されています。ともみはこれを否定しましたが、その後、寝ている夫の体にガソリンをかけ、マッチで火をつけたのです。逮捕後、ともみは精神鑑定を受け、妄想性パーソナリティ障害と診断されました。この障害は、他人への不信感が強く、根拠が曖昧でも自分に危害を加えようとしていると思い込む特徴があり、弁護側は、夫から別の女性と結婚したいと別れを切り出され、心のバランスを崩した。喧嘩の際、夫に包丁を出され、命を奪われるのではないかと不安に駆られて犯行に及んだ。と主張しました。しかし、裁判所はともみの行動に計画性が見られること、犯行の悪質性を認識していたことなどから、完全な責任能力があると判断され、結果として、ともみには懲役18年の判決が言い渡されました。事件に関わる警察官の不祥事とは何でしょうか。ここでは隠蔽された内容に迫ります。ともみが逮捕され、精神鑑定のために留置された際、高知南警察署の留置管理部を総主任だった50代の警察官警視が関与する不祥事が発生し、この事態は警察組織の信頼性を大きく揺るがす問題となりました。ことの発端は、ともみが私、極刑になるとつぶやいたことでした。これに対し警視は驚くべき行動をとります。彼はともみの手を両手で包み込み、俺の言うことを聞けば無罪になると話しかけたのです。さらに、今までの供述を覆すために精神病を演出し、供述に曖昧さを作りなさい。そうすれば事件の責任能力が裁判で問われることもないし、無罪になって釈放されると具体的な指示まで与えました。警視はこの行為の見返りとして、ともみが釈放された後に関係を持つことを要求。そのために自身の携帯電話番号を教え、留置場で体を触らせることまで約束させたのです。自分を頼ってきなさいという言葉からも、警視の不適切な意図が明らかです。この事態は警察官が職務中に被疑者を口説くという極めて深刻な職務違反で、当初この事実を知っていたのは検察庁と一部の捜査員、そして警察幹部だけでした。事態の重大さを認識した県警は、警視を同じ署内の定員の少ない会計課に移動させ、不祥事を隠蔽しようとしました。しかし、
ケイシがトモミをナンパしたという情報がマスコミに漏洩、県警は処分を検討していると発表せざるを得ない状況に追い込まれました。この不祥事により、警察組織の倫理観や規律に対する社会の信頼が大きく損なわれることとなりました。この一連の出来事を受け、各メディアはトモミを美人すぎる容疑者として取り上げ、事件そのものよりも彼女の容姿に注目が集まる事態となりました。しかし実際に法廷に現れたトモミの姿は、報道されていたイメージとは大きく異なり、留置場での生活によるストレスや精神的不安から、トモミは白髪が混じるようになり、過食と運動不足により体型も変化していたと報告されています。法廷に現れた彼女の姿からは、ケイシを魅了したとされる当時の面影はほとんど感じられなかったそうです。この警察官の不祥事は、被疑者の人権侵害という側面だけでなく、捜査の公正性や警察組織の信頼性にも大きな影を落としました。また、メディアの報道姿勢についても、容疑者の容姿に過度に注目することの是非が問われる契機となりました。彼女はなぜ離婚しなかったのでしょうか。最後にネット上で拾った情報を合わせてお話しします。トモミの妄想性パーソナリティ障害は事実ですが、一方的に暴力を振るわれたわけではありません。お互いに手を挙げるため、誠さんが怪我をすることもありました。近隣住民によれば、喧嘩で聞こえるのは彼女が夫に浴びせる罵声だけで、彼は言い返すのが面倒になり、言葉ではなく暴力で対応していたと。今となっては誠さんが本当に別の女性と結婚したいから別れたいと言ったかどうか確定できず、それが事実であれば、彼は彼女と生活しながら別の女性と交際し、将来的な再婚を想定して離婚を切り出したことになりますが、働けるにもかかわらず生活保護に頼る男性と結婚したい女性は存在するでしょうか。仮に自分がどうにかしてあげたい、誠さんを支えようという思いで将来を誓い合ったとしても、現実的に考えれば難しいことはすぐに気づきます。相手の女性が金銭的に裕福であれば別ですが、46歳で無職を続けやり直す態度が見られないのであれば、ひいき目に見ても不安はつきまとうでしょう。そんな男性を愛し結婚したいと願う女性が現れる可能性は極めて低い。たとえ誠さんが不倫していたとしてもです。ともみは10代後半で彼と出会い、そこから贅沢な暮らしを満喫していました。実際結婚式には多くの関係者を招き盛大に行っています。当時経営者だった彼との生活はまさに優雅な世界、子供の頃に憧れた豊かな暮らしを象徴する状態だったかもしれません。ところが結婚から4年で成功者から転落、市営住宅に移り住み、スナックへ働きに行かなければならない生活に追い込まれました。それは彼女にとって大きな負担となったものの、喧嘩で衝突しても時々優しく接してくれる夫への愛情は冷めなかったのでしょう。もちろん生活に対する不満はあったと考えられますが、以前のような贅沢な暮らしに戻れない現実の中では、彼にしか意識を向けられなかったのかもしれません。警察や女性相談支援センターへ助けを求めたのも、こうすれば誠さんの気を引くことができると考えた結果ではないでしょうか。どの程度の DV だったかわからないものの、支援センターに保護された後再度戻っており、本当に命の危険を感じていれば居場所を知られることにも抵抗を感じるし、ましてや暴力を振るわれると知っていながら夫の元へ戻るでしょうか。むしろあんな思いはしたくない、もう二度と会いたくないと思うのが一般的で、いくら夫に言われようとも自宅へ帰らず友人や知人を頼ります。子供がいるから難しいと思うかもしれませんが、子供がいるならなおさら夫の元へは戻らず、支援センターで保護を続けてもらえるようお願いするのではないでしょうか。これらの憶測を踏まえると、誠さんには親しくする女性がいた、しかしそれは結婚を約束するようなものではなく、浮気や不倫でいつか結婚できたら良いという願望に似た軽い気持ち、ともみと別れたいと思ったのは本当かもしれません。ただし若い時から彼だけを見てきた彼女にとって、誠さんのいない人生は受け入れられない現実だったでしょう。暴力から逃れたいのは本音でも、それ以上に彼との生活に執着し、他の女に奪われるくらいならここで自分が始末しよう、そうすれば誠さんは永遠に自分だけのものになると思い立った。だからこそ周到にガソリンを用意し、
寝ている隙を狙ったのかもしれません。この事件については警察官の不祥事があり、あまり報じられておらず、確実な情報は数えるくらいしかありませんが、若かりし頃の贅沢や彼との恋愛状況が妄想性パーソナリティ障害の引き金を引いた可能性はあります。この事件から学べることは健全な人間関係の重要性です。他人に影響されすぎず、自分の気持ちに正直に向き合い、適切な判断をすることが大切です。また DV や経済的困窮など複雑な問題を抱えている場合は、早めに専門家や支援機関に相談することが重要です。そしてこの事件は妻の犯行に注目も集まりがちですが、警察官の不祥事につながっているので、今後は襟を正してほしいと願うばかりです。高橋誠さんのご冥福を心からお祈りいたします。2015年、福井県で女子大学院生が准教授に命を奪われるという事件が発生しました。華麗なる経歴を棒に振り、教え子と不倫、しかし楽しい時間は長く続かず、追い詰められた彼は交通事故を装い彼女を始末するも、裁判では異例の判決がおりました。彼の供述は真実なのか、二人の関係にあった愛憎劇とは。今回は教え子との禁断の恋を描いた赤とんぼ准教授不倫事件の詳細をお伝えします。まずは事件概要からご説明します。2015年3月12日、福井県勝山市村岡町の路上に止めた車内で、福井大学大学院教育学研究科の特命准教授前園康則当時42歳が東邦大学大学院生菅原美和さん当時25歳の首を絞めて手にかけました。さらに前園は犯行後に巧妙な隠蔽工作を試みます。妻に電話をかけ、菅原さんが事故を起こしているから警察に連絡してほしいと虚偽の情報を伝え、自分の車で美和さんを病院へ連れて行き、搬送した病院で亡くなっていると確認されます。その後証拠隠滅を図るため、前園はドライブレコーダーの SD カードや美和さんの携帯電話をトイレに流し、これにより完全犯罪を成し遂げたかに見えましたが、警察への事情説明で前園の話に矛盾点が浮かび上がります。彼は菅原さんの車が雪で動かなくなり、自宅から徒歩で助けに行ったら事故を起こしているのを発見したと主張しました。ところが車に事故の形跡はなく、遺体にも目立った外傷がありませんでした。さらに雪が降っていたにもかかわらず、前園がサンダル履きだったことが不自然だと警察に疑われ、これらの矛盾点を追及された結果、2日後の3月14日に手にかけた事実を認め逮捕されたのです。この事件は学術界の権威ある人物による犯行であったことから、社会に大きな衝撃を与えました。では2人の関係性についてお伝えします。2人が出会ったのは2011年、当時前園は東邦大学理学部の非常勤講師を務めており、美和さんはその大学の3年生で、最初は単なる教員と学生の関係に過ぎませんでしたが、時間が経つにつれて2人の距離は徐々に縮まっていきました。美和さんは次第に前園に対して強い感情を抱くようになり、2011年8月には Facebook に前園先生素敵すぎると投稿しています。さらに2012年7月には厳しくて有名な前園先生に褒められるってめちゃくちゃ嬉しいという感想を述べており、彼への憧れが強まっていたことがうかがえます。美和さんは前園を魔王様と呼び、彼の指示に従って行動していました。昨日は魔王様のお使いで千葉県の八津干潟へ、いきなり魔王様から明日までに環境教育学会の口頭発表を申し込みしろ、書類をチェックするからさっさと送れとご連絡をいただいたといった発言からも、彼女がどれほど彼に影響されていたかがわかります。妹によれば、美和さんは前園にマインドコントロールされていた状態だったといいます。一方で前園も心も体もたっぷり美和を愛してあげるといったメールを送り、二人は次第に深い不倫関係へと発展していきました。2013年9月には前園が東邦大学から福井大学大学院へ移動することになり、この際美和さんは捨てられるのではないかという不安から自ら命を絶つ未遂騒ぎを起こしました。前園はこれを心配し、
フィールドワークを口実として春から秋は福井県勝山市で過ごし、秋から春には千葉県に戻るという生活を続けました。事件の1年前となる2014年4月には、美和さんが前園を追って福井県勝山市に引っ越します。この時点で彼女は東邦大学大学院に進学していましたが、同年10月には体調不良を理由に休学し、彼の助手や秘書のような立場で過ごすようになりました。さらに驚くべきことに、美和さんは前園の妻や2人の子供とも親しい関係を築いており、彼女の SNS には前園の妻が撮影した写真も投稿されていました。しかしその後、美和さんは次第に前園に結婚を迫るようになっていきます。このような状況下で、前園には以前にも教え子との不適切な関係があったことが明らかになります。それは2010年のことで、当時東邦大学で非常勤講師をしていた際、旅費を出すから一緒に奄美へ研究に行こうと誘い、不倫関係になったというものです。この件が発覚したことが原因で東邦大学を退職し、その後福井大学大学院へ移った可能性も指摘されています。このような背景から見ても、前園と美和さんとの関係は単なる不倫ではなく、多くの問題を抱えた複雑なものであったことがわかります。匿名准教授という立場もまた、この関係性に影響を与えていたかもしれません。匿名准教授とは正規の教員ではなく、一種の契約社員として雇われる立場であり、便宜上准教授と呼ばれることもあります。このような複雑な背景が悲劇的な事件の原因となったと考えられます。彼女はなぜ命を奪われたのでしょうか。ここでは異例の裁判判決を合わせてお話しします。前園は、美和さんには境界性パーソナリティ障害があり、私を手にかけてください、もう無理ですと頼まれた試し方なく首を絞めたと供述しました。境界性パーソナリティ障害は、感情の不安定さや対人関係の問題、自己像の不安定さなどを特徴とする精神疾患です。この障害を持つ人は、極端な理想化と脱価値化を繰り返したり、見捨てられ不安が強かったりすることがあり、そのため妄想を膨らませたり、精神的不安から衝動的な発言をしたりする可能性があります。しかし、社内という2人だけの密室での出来事であるため、美和さんが本当にそう言ったかどうかを証明することは困難です。裁判では、弁護側の主張が採用され、嘱託殺人罪が適用され、これは被害者の嘱託や承諾があった場合に適用される罪で、通常の殺人罪よりも刑が軽くなります。検察側が懲役13年を求刑したにもかかわらず、判決は懲役3年6ヶ月となり、この判決は一般的な殺人事件と比べてかなり軽い量刑であり、社会に大きな衝撃を与えました。また美和さんの父親から起こされた1億2223万円の損害賠償を求める民事訴訟も、8593万円の支払い命令で終わり、この民事裁判の結果も刑事裁判の判決を反映したものと考えられます。この判決の背景には、ないことを証明することの難しさがあります。これは法律の世界では悪魔の証明と呼ばれ、存在しないことを証明することが極めて困難であることを指します。美和さんが以前から精神状態が不安定だったことや、自ら命を絶ちたいという願望を持っていた可能性が否定できないことから、裁判所は、嘱託がなかったと認定するには合理的な疑いが残ると判断しました。しかし、この判決には多くの疑問の余地があります。美和さんの LINE メッセージには、命を絶つことが許されないなら安則さん一家も手にかける、妻子が消えるなら犯罪者になっても構わない、二人の関係をマスコミにばらすといった内容があり、前園を追い詰めていた様子がうかがえます。これらのメッセージは、美和さんが生きることへの執着を示しており、自ら命を絶つことを望んでいたという前園の主張と矛盾しているように見えます。また美和さんは前園を魔王様と呼んで崇拝し、妻との離婚を望んでいたことも知られています。このような強い執着心を持っていた人物が突然自らの命を絶つことを望んだというのは不自然に感じられます。さらに、美和さんは大学院を休学してまで前園を追いかけるほどの執着心を持っていました。このような行動は、
前園との関係を継続したいという強い願望を示しており、そのため永遠に会えなくなる選択をしたとは考えにくいという見方もあります。前園の供述の信憑性には多くの疑問が残りますが、すでに出所しているためこれ以上の追及は法的に難しい状況です。ただし前園の華麗な経歴を考えると、裁判での証言にも知識を巡らせた可能性があるという指摘もあります。前園は環境学の分野で高い評価を受けており、その知識や経験が裁判での対応に影響を与えた可能性は否定できません。この事件は嘱託殺人罪の適用をめぐる難しさや精神疾患を抱える人々の保護と司法判断のバランスなど多くの課題を浮き彫りにしました。特に密室での犯行の立証の困難さや被害者の精神状態が判決に与える影響など刑事司法制度の課題が明らかになりました。またこの事件は大学教授と学生という立場の違いや不倫関係という複雑な背景も含んでおり、アカデミアにおけるパワーハラスメントや倫理的問題についても社会に問いかけるものとなりました。今後の類似事件の裁判にも影響を与える可能性がある重要な判例となったと言えるでしょう。この事件を通じて司法制度の在り方や精神疾患を抱える人々への社会的支援の必要性など多くの課題について社会全体で考えていく必要があります。続いて前園の経歴についてより詳細にお伝えします。前園は1972年5月7日に福岡県で生まれ、千葉県立東葛小高等学校を卒業後千葉大学理学部に進学しました。大学卒業後はさらに高度な研究を目指して東京大学大学院農学生命科学研究科応用動物科学専攻に進学し、大学院では野生動物システム学研究室に所属していました。食物網の構造に関する研究に取り組み、2003年3月に博士課程を修了し博士の学位を取得し、前園は研究者としてのキャリアをスタートさせます。九州大学や京都大学の大学院で勤務し、京都大学大学院農学研究科では研究員として昆虫生態学研究室に所属しました。その後日本学術振興会の特別研究員として奄美大島を訪れる機会がありました。そこで目にした自然環境の変化に心を動かされ、環境保護に貢献したいという思いを強くしました。この経験がきっかけとなり鹿児島県大島郡龍郷町の職員に転職し、環境教育を担当する教員として働き始め、キャリアの中で前園は東邦大学の非常勤講師や福井大学大学院の特命准教授、福井県勝山市の環境保全推進コーディネーターなどの役職を歴任し、特に福井大学大学院での特命准教授の地位は前園の妻の父親のコネによるものだったと言われています。前園が赤とんぼ先生というニックネームで呼ばれるようになったのは、アキアカネという種類のトンボの生態研究によるもので、彼はアキアカネが夏季に平地から山間部へ移動して過ごすという新しい発見を世間に発表し注目を集めました。この研究成果や環境教育への貢献が認められ、2014年9月には勝山市から特別功労賞を贈られ、また日本の生き物図鑑や知識を広げるマナブック図鑑など多数の図鑑の出版にも携わりました。前園は地域環境学ネットワークに所属しながら様々な環境教育活動に取り組み、彼の活動や研究成果は多くの人々、特に若い世代に影響を与え、環境保護への関心を高めることに貢献しました。このような華々しい経歴と実績を持つ前園に美和さんが憧れを抱いたのは自然なことだったでしょう。しかしその憧れが恋愛感情に変わり、前園がそれを利用したことが悲劇的な結末につながったと考えられます。前園の経歴からは彼が非常に頭脳明晰で複雑な問題を分析し解決する能力を持っていたことがうかがえます。このような能力は裁判での対応にも影響を与えた可能性があり、彼の供述の信憑性に疑問を投げかける一因となっています。前園の供述は嘘だったのでしょうか。ここからはネットで拾った噂も含めお伝えします。美和さんは自身の日記に辛い気持ちをしたためていました。
前園は妻子と別れて三輪さんと結婚するかのような言葉を匂わせたため、三輪さんは福井県へ引っ越しました。しかし大学院生だった三輪さんは無職で、親からの仕送り15万円に頼った生活を送り、前園の助手として働いていたにもかかわらず、その手当は支払われていません。三輪さんには将来を誓った恋人がいましたが、前園との関係のために別れ、三輪さんは前園の言葉を信じ、洗脳されたような状態で、離婚するから、いつか結婚しよう、という約束を信じていたようです。しかし、前園は徐々に三輪さんの存在が重荷になっていきました。三輪さんの大学院からは復学の問い合わせがありましたが、返事をしなかったため復学は見送られ、内定していた就職も辞退してしまいました。さらに前園被告から、私の後継者にもなれないと言われたことで、精神的に追い込まれていったと考えられます。事件当日の朝、三輪さんは睡眠薬を飲んでお風呂に入り、命を絶とうとしました。前園は三輪さんが翌朝には亡くなっているだろうというメールを受け取り、午後7時に三輪さんのアパートへ行き、風呂から上がれ、お湯の栓を抜けと指示し、三輪さんの気持ちをなだめる目的で体の関係を求めたと供述しています。しかし三輪さんの日記には、全くその気はなかったけど、先生が喜ぶから応じてあげたと書かれていたそうです。裁判ではこのような背景があったにもかかわらず、三輪さんが精神的に不安定な状態にあっても自分の意思を持っていたと判断され、その結果前園は懲役3年6ヶ月という量刑になりました。この判決については、人命を奪った罪としては短すぎるのではないかという批判もあり、模範囚に認定されればさらに早く出所できる可能性もあり、人の命を奪っておきながら短期間で社会復帰することになるという点で議論を呼んでいます。前園の供述が真実であったかどうかについては完全に確認することは困難です。しかし三輪さんの日記や周囲の証言、事件の経緯などを総合的に考えると、前園の供述には疑問点が多いと言えるでしょう。特に三輪さんが自ら命を絶ちたいという気持ちを持っていたという点については、彼女の行動や日記の内容と矛盾する部分があります。真実はどこにあるのでしょうか。あまり報じられていない情報を発表します。前園が環境保全推進コーディネーターを務めていた時期に、ある行為の方のご子息が前園と接点を持ったという情報があります。ただしこれは小学生の頃の短い交流であり、深い関わりがあったわけではありません。前園の昆虫に関する説明によって知識が広がったという程度のものだったようです。この情報が事件の裁判に影響を与えた可能性について、様々な憶測が飛び交っています。例えば直接的な働きかけはなくても、周囲が状況を察して判断を下したのではないかという推測があり、しかしこれはあくまで推測に過ぎず、確認された事実ではありません。裁判では前園の自白のみで客観的証拠が乏しい中、嘱託殺人罪が適用されました。量刑は6ヶ月以上7年以下の懲役または禁錮と定められており、前園に言い渡された懲役3年6ヶ月という刑期について短すぎるのではないかという意見も出ています。しかし裁判所の判断は複雑な要因を考慮して下されるものであり、外部からの影響があったと断定することはできません。裁判所は被害者の精神状態や事件の経緯など様々な要素を総合的に判断して結論を出したと考えられます。一方で嘱託殺人罪の適用については疑問の声も上がっています。人の命を奪うことを簡単に引き受けられる人はほとんどいないという指摘や、前園が強い意志を持って被害者の首を3回絞めたという事実から一般的な殺人罪で裁くべきだったのではないかという意見もあります。事件の真相や裁判の詳細な経緯については公開されている情報だけでは完全に把握することは困難です。この事件を通じて司法制度の在り方や精神疾患を抱える人々への社会的支援の必要性など多くの課題について社会全体で考えていく必要があり、また教育現場における倫理教育の強化やメンタルヘルスケアの充実も重要な課題として浮かび上がっています。
この事件は司法の結論が確定していますが、すべての真実が明るみになることを願うばかりです。被害者である菅原美和さんのご冥福を心からお祈りいたします。2021年、埼玉県にあるアパートで女性の遺体が発見されるという事件が発生しました。彼女は首を絞められ布団に横たわった状態。犯人は1ヶ月半後に逮捕されますが、女性は6年前に姿を消し行方不明になっていたのです。その後の調べで発見状況から壮絶な最後も判明しました。被害者と犯人はどのような関係だったのか、失踪していた女性の人生とは。今回は新型ウイルス騒動の裏で起きた熊谷27歳女性事件を解説します。まずは事件概要からご説明します。2021年9月6日正午ごろ、埼玉県熊谷市三原市町にあるアパートの一室で、この部屋に住む宮崎秀美さん当時27歳の遺体が発見されました。第一発見者は秀美さんの知人男性。3日前から連絡が取れなくなったことを心配し訪ねたところ、布団の上で仰向けに倒れている彼女を見つけたのです。玄関ドアには鍵がかけられておらず、ドアノブを回すと開く状態。彼は、秀美、いるの？と声をかけながら入りました。秀美さんの肌は赤紫色に変色、腕を触ると冷たくなっており、男性は慌てて警察へ通報。着衣は乱れておらず、物色された形跡もありません。事件発覚3日前の9月3日午前2時、彼女は自宅から200メートル離れたコンビニで買い物しています。それが最後の目撃。そして鑑定でパジャマの襟から秀美さんと、東京都東村山市三隅町1丁目に住む元派遣社員富田すぐる当時32歳の DNA が検出され、現場付近の防犯カメラやドライブレコーダーから間違いないと判断され、事件から1ヶ月半後の10月21日に逮捕されました。2023年2月10日、埼玉地裁で開かれた初公判で、部屋を出るときは生きていたと無罪を主張するも、1ヶ月後の3月10日に開かれた判決公判では懲役9年が言い渡されます。人を手にかけて懲役9年と思われるかもしれませんが、起訴されたのは殺人罪ではなく傷害致死罪。首を絞めた事実はあっても、命を奪ってやろうという意識はなかった、計画的ではないという主張を盾にしたのです。しかし富田はこの内容にも不満を表し、傍聴席の方向へ、これは冤罪ですと叫び、反省の態度を見せることはありませんでした。では富田と秀美さんの関係性をお伝えします。二人が出会ったのは2021年6月、声友と呼ばれる SNS アプリがきっかけです。声友は音声によるコミュニケーションが可能、約300万人の会員数を誇る新しいボイスコミュニティツールです。そこで知り合った後、 LINE で連絡を取り合うようになりました。富田は秀美さんの部屋でお酒を飲む間柄に発展していますが、二人が恋愛関係だったかどうかは判明していません。続いて裁判での証言をお話しします。事件当日の9月3日、富田はレンタカーで秀美さんの部屋を訪れました。彼にとってこの日は3回目の訪問。ここからは富田の供述による内容です。部屋でタバコを吸いながら話していると、突然布団に座っていた彼女がという奇声を上げます。そこで、大丈夫と声をかけるも応じず、しばらくすると布団に顔を押し付け泣き始めました。その後部屋のインターホンが鳴ります。彼女は精神的に不安定な部分を持ち、訪問看護師による定期巡回が行われていました。看護師はドアの外から、大丈夫、体調悪いんじゃないの？と声をかけ、富田は秀美さんへ、出なくていいの？と聞きますが、この問いかけにも反応しません。そのため彼は看護師の訪問を無視したと語っています。しかし看護師の証言によれば、彼女の部屋へ着いたとき悲鳴のような声が聞こえたと、インターホンを鳴らして、大丈夫と声をかけても応答はなく、ドアに耳を当てるとという音とともに、おえおえという声も聞こえ、心配になってインターホンを鳴らし続けるとという鍵をかける音が聞こえ、ドアチェーンをかけられました。そのためドアポストに訪問伝票を入れて帰宅しています。
富田は回復する様子のない雰囲気を感じたことで部屋を出て、この人に関わるのはやめようと思い LINE のアカウントを削除したと供述しました。おそらく看護師が帰宅した午後2時44分以降、失速するまで秀美さんの首を絞め続けたと判断されます。次に彼の行動をお伝えします。富田は高速道路で群馬方面へ向かい、自宅に帰宅した後ネットで熊谷ニュースというキーワードを入れて検索。事件が報じられた後もニュース情報へアクセスし続けました。その上 LINE の捜査機関への対応、殺人の契機、 iPod Touch の位置情報の仕組みという言葉を入力し検索しています。彼女は iPod Touch を持っていますが、彼は持っていません。裁判では誰かの投稿で iPod Touch のことを読み気になって検索したと答えているものの、秀美さんの iPod Touch を持ち去ったことで位置情報から自分につながることを恐れたのでしょう。彼女はなぜこの男と関わったのでしょうか。ここでは秀美さんの生い立ちに触れます。秀美さんは埼玉県東松山市に生まれました。兄2人と姉1人、彼女を含めた4人兄弟の末っ子です。しかし幼少期に両親が離婚してから、一つ上の姉と共に熊谷市内にある児童養護施設で育ちます。18歳の頃には弁当店でアルバイトをしていました。施設を出る年齢は20歳まで延長可能ですが、秀美さんは18歳で退所し、姉とは別々に生活します。施設を出たのは理不尽な体質から抜け出したかったからでしょう。この児童養護施設では暴力行為があったと言われており、そこからしか学校へ通えないため18歳までが満し、その後は美容師を目指しています。相談があれば姉に連絡していましたが、彼女が21歳を迎えた時、姉が電話してもつながらなくなったのです。そのため姉は SNS のアカウントを探しながら、事件発生1ヶ月前の2021年8月上旬には熊谷署に安否確認の相談をしました。すると秀美さんの居場所を知っていると言われ、心配している、連絡先を渡してほしいとお願いしたそうですが、警察からはそういうことはできないと回答され、9月6日に妹さんが事件で亡くなられましたと報告されたのです。同じアパートの住人によれば、彼女の部屋には複数の男性が出入りしていたと、職業不詳と報じられた点を踏まえると、水商売に近い夜の仕事、もしかしたらテレビのニュースでは報道できない職業で収入を得ていたのかもしれません。プライベートに関わるとして明かされていませんが、警察が彼女の居場所を知っていたのはストーカーについて相談を受けていたからと思われます。この情報により、当初はストーカー犯人説も浮上しました。子供の頃から苦労していた彼女とどこで意気投合したのでしょうか。彼の経歴を交え、事件の全体像を検証します。富田は東京都国分寺市に生まれました。小学校時代は成績優秀で真面目、中学3年生でドラムを始め、高校は東京都立小平南高等学校へ進学。小平市内のコンビニでアルバイトしながら音楽活動に胸を膨らませます。その後にバンドで食べていくことを目指し高校を中退。20代前半で結婚し子供を授かりました。それをきっかけに夢を諦め、工事現場で働くようになりましたが、モラハラと DV が原因で離婚。その後風俗店の送迎ドライバーをしましたが勝手に退職、派遣社員として働いた経験もありますが、その日暮らしのような状態だったのです。近隣住民によれば、彼は母親と同居している、姉もしくは妹が存在する、離婚した後6年前に東村山市の実家に戻ってきたと。それ以外に知られている情報がないほど人との関わりが薄かった。事実、同じ近隣住民でも母親と娘だけで暮らしていると思っていた人が存在することを踏まえれば、心に何らかの問題を抱えていたのかもしれません。姉の証言によれば、秀美さんと音信不通になる前、男関係で悩んでいると話していたこともあり、富田との間にも男女間のもつれが予想されます。彼女は恋愛感情を持っていなかったとしても、彼の方に強い執着心が芽生えていれば、自分の気持ちを受け入れてもらえない現実に怒りを覚えても不思議はないし、思い通りに従わない秀美さんに苛立ち首を絞めたとも成立します。
富田の自宅がある東京都東村山市から埼玉県熊谷市三原市町までは高速道路を経由して約 60km、 1時間30分ほどかかります。そのため彼は当日の早い時間帯に彼女の自宅を目指した。そうまでして女性に会う理由は何が考えられるでしょう。もちろん個人差はありますが、よほど好意を持っている、またはお互いの利害が一致しなければ会うこともありません。あくまでも憶測ですが、彼女の言葉にさまざまな期待を募らせ部屋を訪れたと想定されます。最後に殺人罪で逮捕されたにもかかわらず傷害致死罪でしか起訴できないとはどのような見解なのでしょうか。この事件では当初被害者が意図的に命を奪われたと考えられ、容疑者は殺人罪で逮捕されましたが、その後の捜査と証拠収集の過程で検察側が殺意を立証するのに十分な証拠を集められなかったことが主な理由です。殺人罪を立証するためには加害者に明確な意思があったことを証明する必要がありますが、この事件では加害者の行動や証言、現場の状況などから被害者の命を奪おうとする明確な意図があったと断定するのが難しかったと考えられます。例えば加害者が被害者を傷つける意図はあったものの、死に至らしめるつもりはなかったと主張し、それを覆す決定的な証拠がなかった可能性があります。また使用された凶器や傷の状態、犯行の経緯などから命を奪おうと計画的に行われた行為というよりも突発的な暴行が結果的になくなることにつながったと解釈される余地があったのかもしれません。検察は裁判で確実に有罪判決を得るために証拠に基づいて立証可能な罪名で起訴する必要があり、そのため殺意の立証が難しいと判断した場合、より立証しやすい傷害致死罪での起訴を選択することがあります。傷害致死罪は人を傷つける意図はあったが命を奪おうとする意図はなかった場合に適用される罪名で、殺人罪よりも刑罰は軽くなりますが確実に有罪判決を得られる可能性が高くなります。この決定は時に社会的な批判を受けることもありますが、法律システムの中では疑わしきは被告人の利益にという原則があり、確実に証明できる範囲内で起訴することが重要とされています。しかし犯人が殺人罪ではなく傷害致死罪でしか起訴されなかったことは被害者やその家族にとって非常に納得しがたいものであり、大きな怒りと悲しみを引き起こすことになります。被害者の家族は愛する娘や姉妹を突然奪われた悲しみとともに、その命を奪った犯人が適切な罪で裁かれないことに対して深い憤りを感じています。犯人が殺人罪で起訴されないということは被害者の命の重みが軽んじられているように感じられるのです。大切な家族が無残にも命を奪われたのに、その犯人が命を奪うという意思を持って行動したことを証明できないからといって軽い罪でしか裁かれないなんて到底納得できるものではありません。犯人がどれだけ残虐な行為を行ったかを考えれば命を奪うという意思があったことは明らかです。しかし法律の壁に阻まれて正当な裁きを受けられないことに誰もが深い失望と怒りを感じています。この判断が心の傷をさらに深めるものであり、正義が果たされないという無力感に苛まれています。犯人が適切な罪で裁かれることが被害者の名誉を守り、その家族の心の平安を取り戻すために必要です。司法制度がもっと被害者の声に耳を傾け公正な裁きを実現することを望むばかりです。いずれにしても秀美さんはもう二度と帰ってこない。どれほどの理由があろうとも富田は懲役を終えて社会に戻った時、重い十字架を背負って生きていかなければなりません。この事件は全て解明されたと言えませんが、事実が公表されることを願うばかりです。宮崎秀美さんのご冥福を心からお祈りいたします。2008年、東京都にあるマンションで会社員の女性が神隠しのように消息を絶つという事件が発生しました。防犯カメラの分析から帰宅後一歩も外へ出ていないと判明し、マンション住民全員から事情聴取、任意での指紋採取と家宅捜索を行ったものの手がかりはつかめず、事件発生から約1ヶ月後にとんでもない場所から発見されます。
彼女の身に何が起こったのか、姿を消した女性の残酷すぎる結末とは。今回は衝撃の判決結果が導かれた高等マンション神隠し事件を解説します。まずは事件概要からご説明します。2008年4月18日午後8時43分ごろ、東京都江東区潮見2丁目にある自宅マンション9階から、この部屋に住む会社員東条瑠璃花さん、当時23歳が失踪しました。瑠璃花さんは姉と2人暮らし、午後8時30分過ぎ姉が帰宅した時、玄関には鍵がかけられておらず、瑠璃花さんが履いていたブーツやお弁当袋、ピアスの留め具が床に落ちている状態。午後7時21分、瑠璃花さんからマンションに着いたとメールを受け取っており、それにもかかわらず、瑠璃花さんの姿が見当たらないことを不審に思い、電話やメールをしますが応答はなく、周辺を探すも見つかりません。そして置かれていた雑誌に血痕を見つけたことから警察へ通報します。このマンションは防犯カメラやオートロック設備が充実しており、住民全員の事情聴取と指紋を採取、家宅捜索を行いましたが、行方につながる手がかりは存在しませんでした。ところが事件発生から約1ヶ月後の5月25日、2軒隣に住む契約社員の星島貴則当時33歳を住居侵入容疑で逮捕し、6月13日に損壊と遺棄容疑で再逮捕、25日に殺人罪で再び逮捕しました。では犯人にたどり着くまでの経過をお伝えします。警察が星島に目をつけたのは、住民に行った指紋鑑定がきっかけです。彼は犯行前に薬品で指先の皮膚を壊し、10本とも指紋照合しづらい状況を作っていました。しかしこの工作に不信感を抱かれ、指紋の再生を待って再び照合したところ、現場に残されたものと一致。住居侵入容疑で逮捕した後、彼の部屋にある下水管に少しだけ残った肉片、風呂場から採取された血痕が彼女の DNA と一致し、瑠璃花さんの財布や免許証も発見され逮捕したのです。続いて犯行に至る経緯をお話しします。警察が通報を受けてマンションへ駆けつけた時、彼女は生きていました。事件当日午後10時40分ごろ、星島も何か知らないかと聞かれていますが、この時は何も知らないと答え、この時点では疑われてはなかったのです。しかしこのままでは見つかるかもしれないと考えた彼は、午後11時ごろ右手で瑠璃花さんの口を押さえ、左手を使って包丁で首を刺した後、大量に出血させ遺体を風呂場へ運び、包丁とのこぎりでバラバラに解体、一部をトイレに流し、流せない部分は段ボール箱やベッドの下、冷蔵庫の中に隠します。家宅捜査を受けた時は協力的に振る舞い、積み重ねた段ボール箱の一つを開け、空の段ボールですが他のも確認しますかと申し出たことで、警察官はそちらは大丈夫ですと断り、 DNA が残されているはずの段ボール箱を確認しませんでした。警察はどこかの部屋に監禁されている可能性を視野に捜査していたため、気に留めなかったのでしょう。切断した骨は4月22日から5月1日まで4回にわたって少しずつ処分し、4月29日は江東区内のコンビニ北側に設置されたゴミ箱へ投げ捨て、5月1日は自宅最寄り駅にあるゴミ箱へ捨てます。しかも瑠璃花さんのバッグから携帯電話を取り出して電池パックを外し、足跡からの発覚を警戒して自分の靴を買い替え、業務用の強力な洗剤で遺体の一部を流した排水管を洗うという偽装工作まで行いました。次に星島の生い立ちをご紹介します。彼は岡山県岡山市に4人兄弟の長男として生まれ、1歳11ヶ月の時、浴槽の蓋に乗って熱湯の入った浴槽に落ちました。一命は取り留めたものの、両足に大やけどを負ったためケロイド状の跡が残り、それが原因で小学生の頃からいじめられていたのです。父親へ相談しても相手にされず、怒鳴られた上に母親に話しても父親へ告げ口され、それから両親への感情は憎悪に変わりました。地元の県立高校情報処理科を卒業した後、東京のゲーム会社へ就職してから4年後に退職、コンピューターソフト開発会社へ転職。そこで技術が認められ、月額50万円の個人契約社員として働くようになります。仕事は早くて正確と評価されるも、実家を出てから両親と会ったのは2回。やけどのせいで恋愛を諦め、女性経験もなく歪んだ思考へ進んでいったのです。その証拠は SNS サイトミクシーのプロフィール欄にだるま屋施設団と記載し、
死切断した女性のイラストを上げ、異常なまでの執着心を見せていることを、事件発生の翌19日、マスコミの取材を受けてテレビ出演し、疑われてるかもしれない。と笑いながら答える様子も放送されました。犯人は雄弁に語るという言葉通り、星島も事件とは関係のない第三者を装っていたのでしょう。彼はなぜ犯行に及んだのでしょうか。ここでは動機について迫ります。星島の動機は皆さんお察しの通り、瑠璃花さんに対する猥褻目的です。しかしそれは想像を超えたもので、拉致して奴隷にすること、自分だけを好きにならせて思い通りに操りたい、自分の命令に従わせたいという身勝手なりそうで、若い女性だったら誰でもよかったと供述しています。2008年2月彼は現場となったマンションへ入居。翌月に、瑠璃花さんと姉が引っ越してきました。4月12日星島は、部屋で G 行為を行ったものの、仕事への苛立ちや将来に対する閉塞感を持ち、かねてから理想とする奴隷が欲しいと望むようになります。そういえば2軒隣には若い女性が住んでいる。そして拉致するまでをシミュレーションし、4月18日の夜、帰宅した彼女がドアを閉めようとした隙間に手を差し込み玄関へ侵入し、抵抗されたことで顔を殴り、タオルで両手首を縛った上で、ジャージを顔に巻き、目隠しで拘束、包丁で脅しながら自分の部屋に連れ去ります。ところが猥褻行為に及ぼうとして抵抗されたことで、再び顔を殴打、彼女の表情と額の出血を目にして気持ちも衰え、そうこうしているうちに警察の捜査が始まり、犯行経緯でお伝えした通り、瑠璃花さんを手にかけました。目的を果たせないと実感したとき、自首もできましたが彼は前科がつくことを恐れ、今の仕事や将来を失いたくないと考えた。やけどをからかわれた時のように、他人から後ろ指を刺されることを避けたいと思った。そこで唯一思いついた逮捕されない方法が、彼女の命を奪うこと、遺体さえ存在しなければ、自分が疑われることはない。だから瑠璃花さんをバラバラに解体して遺棄したのです。社会を驚かせた衝撃の裁判判決をお知らせします。星島は起訴され2009年1月13日に初公判が開かれました。彼は起訴事実を認め、2009年1月26日に開かれた第6回公判で、検察側から極刑を求められるも、同年2月18日の判決では無期懲役が言い渡されます。裁判長からは、奴隷にしようと拉致し、事件の発覚を防ぐため被害者の存在を消そうと考えた、自己中心的な犯行で酌量の余地はない、と指摘されますが、執拗な攻撃を加えておらず、残虐極まりないとまでは言えない、として極刑を免れているのです。弁護側はもちろん控訴、2009年6月11日に控訴審が開かれ、9月10日の判決で遺体損壊は人間の尊厳を無視した行動としながらも、住居侵入と猥褻略取以外の計画性を認められず、無期懲役で判決しました。その後検察側は、憲法違反や判例違反など明確な理由がない、として上告を断念。2009年9月25日無期懲役で確定したのです。多くの人は極刑を望みました。しかし司法は彼女が命を奪われたにもかかわらず、彼の命は終わらせていません。専門家ではないためわかりませんが、おそらく星島に前科がないこと、逮捕後に犯行を認め謝罪した態度を視野に入れたのでしょう。情報によれば、般若心経を写経している、拘置所の本棚を仏壇に見立てて花を供えたとも言われています。ただし、瑠璃花さんを欲望のはけ口にしようと企んだことは事実、思いのほか早く捜査が始まり、猥褻行為へ及ばなかっただけで、犯行を隠すため手にかけ、その亡骸を損壊し彼女を冒涜したことには変わらないのです。星島はどれほど心の闇を持っていたのでしょうか。ここからは深く沈んだ内面を明かします。彼は火傷の跡をコンプレックスにしていました。無論火傷は幼少期の行動が原因で、監督責任は正しく見守らなかった両親に追及できます。1歳11ヶ月であれば判断能力は皆無に等しいし、学校でいじめられ、助けを求めた時も適切な対応が取られていません。それどころかその程度のことで泣くなと言わんばかりに怒鳴り、彼の訴えを受け止めることさえしなかった。だからこそ大人になってもそれを許せず、両親の命を奪いたいとまで思い詰めていたのです。助けを求められたとき心のケアをしていれば、歪んだ思考へ向かわなかったのではないでしょうか。異常性ある思考は、
火傷を発端とした両親からの心ない対応が根底にあり、奴隷を求めたのも自分の全てを受け入れてくれる存在が欲しかったから、子供の頃に受けられなかった愛情と優しさを手に入れたかったからで、それが大人になって女性への欲望と結びついたのかもしれません。確かに火傷は大きなコンプレックスで、恋愛へ踏み出せない理由としても一理あります。そのため同情に値する境遇であることには違いありませんが、複雑な問題を抱えているのは星島だけではありません。多くの人は自分のコンプレックスに耐えながら人生を歩いている。外から見れば豊かに見える人も、そこへたどり着くまでに様々な困難を乗り越えており、最初から何もかもうまくいく人など存在しません。ルリカさんを監禁した4月18日は金曜日で、彼女を連れ去った後土曜日と日曜日に調教したかったらしく、裁判でもそれを認めています。ところが猥褻行為に及ぼうとして抵抗され、怪我を負わせたことでその気持ちが薄れた。無理やり彼女を襲うこともできず、 AV を見ても気分が高揚することなく不安だけが残ったのです。女性が自分の行為に満足し奴隷になると思い込んでいたとすれば、単なる妄想、疑似恋愛を生み出す夜の商売と同じで、アニメや AV の影響で都合よく思い描いただけですが、星島は風俗やデリヘルを何度も利用しているため、そこで得た知識を活用するつもりだったと考えられます。最後に一つ、極刑にならなかった噂も検証します。彼の父親は税理士、祖父は政治家、明らかではありませんが議員だったという情報も駆け巡っています。そのために2011年9月30日に岡山県岡山市で発生した同僚女性バラバラ事件の犯人、隅田光一には極刑判決が出たにもかかわらず、星島は地位ある家庭の息子だから忖度されて無期懲役に終わったのではと囁かれました。これについては調べても真相がわからず、仮にそうだったとしてもルリカさんはもう帰ってこない。ただしどちらも遺体をバラバラに解体していきした手口は似ており、謝罪の言葉や態度に違いはあれど、被害者の苦しみや無念は同じで、多くの人は彼が無期懲役になったことを納得していないでしょう。表面上反省の言葉を並べている場合もありますが、星島には命が消えるまで己の犯した罪を後悔し続け、極刑にならなかった苦しみを実感するべきです。この事件は比較的早く解決していますが、聞き込みにはもっと目を光らせてほしいと願うばかりです。東條瑠璃香さんのご冥福を心からお祈りいたします。2020年、兵庫県にある県営住宅で血を流して倒れた24歳の女性が発見されるという事件が発生しました。被害者の6歳の息子は泣きながら共用スペースの廊下を歩き、近隣住民に助けを求めてすぐに119番通報。しかし残念ながら搬送先の病院で亡くなっていることが確認されました。犯人は逃走を試みましたが、最終的に逃げ切れないと悟り、事件発生から約12時間後に京都市内の警察署に自ら出頭しました。この事件は、若い母親が幼い息子の目の前で命を奪われるという悲惨な結末となり、社会の関心を高める契機となりました。なぜ母親は息子の目の前で命を奪われたのか、母親を奪った衝撃の真相とは何だったのか、今回は6歳児が目撃した悲劇の全貌をお伝えする姫路市白浜町事件を解説します。まずは事件概要からご説明します。2020年7月12日午後1時30分ごろ、兵庫県姫路市白浜町宇佐崎北2丁目にある県営住宅、姫路白浜第三鉄筋住宅の2階で、この部屋に住む保険会社外交員の田口茜さん、当時24歳が、腹部から血を流した状態で発見されました。第一発見者は72歳の近隣に住む男性で、事件発生時、茜さんの6歳になる息子が、泣きながら廊下を歩いて別棟にある友達の自宅へ向かい、友達の母親であるベトナム人女性に、ママが刺されたと告げました。しかし女性はただならぬ様子を察するもに本語を理解できず困惑。その現場を通りかかった72歳の男性が状況を尋ねると、息子はママが誰かに怒られていた、血まみれになっていると伝えました。男性は急いで子供と一緒に部屋へ向かい、そこでベッドに仰向けに倒れた茜さんの姿を発見し、すぐに119番通報し、茜さんは病院へ搬送されましたが、残念ながら帰らぬ人となりました。
捜査の結果、遺体には少なくとも2箇所の刺し傷があり、凶器とみられる刃渡り18センチの包丁が室内に残されていたことが判明しました。茜さんを刺したのは住居不定でアルバイトの吉直雄一容疑者、当時36歳でした。吉直は犯行後、茜さんの車で逃走しましたが、約5時間後の午後5時50分、逃げ切れないと観念し、京都府警上京署へ、鹿間の事件の件でと自ら出頭し、その場で罪を認めたため、翌13日に兵庫県警と鹿間署が逮捕したのです。では2人の関係性についてお伝えします。茜さんは24歳のシングルマザーで、6歳の息子を育てるため、昼は保険会社の外交員として、夜はキャバクラで働くというダブルワークをしていました。この生活スタイルについて、一部では批判的な見方もありましたが、子育てのための必要な選択だったと考えられます。二人の出会いは、姫路市内のキャバクラ店での勤務時でした。しかし、茜さんにとって吉直は単なる知人に過ぎず、男女関係ではありませんでした。ですが吉直は茜さんを一方的に恋人だと思い込んでいたようです。この事件の背景を理解する上で重要な出来事が、2020年6月9日に発生しました。茜さんは警察に、自宅に転がり込んできた知人の男に殴られた。今は息子の保育園に迎えに来ていて、男は車にいると通報し、被害届を提出しました。兵庫県警は傷害容疑で捜査を開始しましたが、警察官が現場に到着した時には吉直の姿はなく、その後茜さんが被害届を取り下げたため、6月15日に捜査は打ち切られました。この被害届の取り下げについては、過去に同じキャバクラで働いていた従業員の証言が注目されています。その証言によると、以前にも吉直から暴力を受けた従業員が被害届を出したものの、脅されて強引に取り下げさせられたという事例があり、このことから茜さんも同様の脅迫を受けて被害届を取り下げた可能性が指摘されています。さらに二人の一時的な同居についても疑問が残り、茜さんが自ら望んで同居したのではなく、吉直が仕事上の上下関係を利用して強引に同居を迫った可能性も考えられます。実際茜さんは警察への相談時に吉直のことを知人と表現しており、交際関係を認めていませんでした。警察の発表によると、茜さんは2017年以降、男女間のトラブルを理由に少なくとも5回警察に相談していましたが、トラブルの相手は全て異なる男性だったとのことです。このことから、茜さんが複数の男性からストーカー行為や暴力的な行為を受けていた可能性も浮上しています。一方、吉直は警察の取り調べに対して茜さんのことを自分の彼女と呼び、交際していたと供述しています。この認識の違いが最終的に悲劇的な結末につながった一因となった可能性があります。吉直とはどのような人物なのでしょうか。経歴についてご紹介します。吉直は大阪出身で、母親は鉄板焼き屋を営んでおり、一人っ子として育てられたとされています。しかし、その生い立ちの詳細は明らかになっていません。吉直の犯罪歴は2006年に遡り、3月4日午前3時ごろ、大阪市淀川区の阪急十三駅付近でタクシー強盗事件を起こしました。共犯者と共に客を装って乗車し、別の共犯者にタクシーを尾行させ、淀川区鹿島の路上で合流後、運転手を暴行し現金2万円を奪って逃走しました。この事件で運転手は頭部に重傷を負っています。その後も強盗致傷や住居不法侵入、拉致監禁、器物損壊など多くの前科を重ねていったとされ、いわゆる半グレと呼ばれる反社会的な存在になっていったと推測されます。これらの犯罪により、吉直は刑務所の出入りを繰り返し、2016年から2017年頃に出所した後、兵庫県姫路市で水商売を営むグループ会社の幹部として活動し始めました。報道ではアルバイトと報じられていますが、これは表向きの肩書きである可能性が高いと考えられます。このグループ会社が経営するキャバクラ店で、吉直はボーイとして働き始め、そこで茜さんと出会い、好意を持つようになったと推測されます。しかし、その好意は一方的なものだったのです。吉直は
茜さんを指名する客に対して、金だけ落としていけ、絶対に手は出すなよ、手を出すとどうなるか分かってるだろうなと脅迫するなど粗暴な行動をとっていました。このような行動により店内でのトラブルも多く、茜さんはこのような行動を恐れ一度店を辞めています。しかし吉直はしつこくつきまとい、結果的に茜さんを店に連れ戻し復帰させました。このような経歴から犯罪傾向が強く暴力的な性格を持っていたことがうかがえます。また執着心が強く自分の思い通りにならないと攻撃的になる傾向があったと推測されます。お店の対応はどうなっていたのでしょうか。茜さんが働いていたのは姫路市塩町の JR 姫路駅近くにあるクラブウェイと呼ばれるキャバクラで、このクラブウェイは2015年にオープンし、暴力団 Y 組傘下の三次団体 M 会が運営していました。このような背景があったため、クラブウェイは吉直の前科を問題視せずに採用したと考えられ、出所後すぐにクラブウェイに勤め始めたことから、服役中に関係者と接触があった可能性や、出所後にクラブウェイ側から身元引き受けの申し出があった可能性も指摘されています。クラブウェイ自体は姫路市内でも人気の高い店舗の一つで、これまで大きな問題を起こしておらず、吉直の問題行動についてはある程度把握していながらも対応を放置していた可能性があります。店側としては吉直が人を手にかけるほどの重大な事態に発展するとは想定していなかったのかもしれません。一方で吉直が T 組組長の息子の誕生日会に参加し、その写真を SNS に投稿するなど反社会的勢力との関わりを公然と示すような行動をとっていたことから、店側も彼の危険性を認識していた可能性も否定できません。このような状況下でクラブウェイが茜さんと吉直の関係性にどこまで介入していたのか、また従業員の安全確保のためにどのような対策を講じていたのかは不明です。しかしキャバクラ業界全体として従業員の安全確保や問題のある客への対応が課題となっていることは指摘されています。彼はなぜ茜さんを手にかけたのでしょうか。ここでは犯行当日の様子と裁判結果を合わせてお話しします。事件当日の7月12日、その日の夜は親子2人で息子の誕生日パーティーを開く予定でした。そこに招かれざる客吉直が乱入、2人は買い物に行く行かない、働く働かないといった小さな口論から喧嘩へ発展。彼はカッとなった勢いのまま彼女の首を延長コードで締め、台所にあった包丁で刺しました。しかもこの犯行は6歳になる息子が見ている目の前で行われたのです。そのため息子は自分の誕生日が訪れるたびに母親が命を奪われた事実と向き合わなければなりません。茜さんは吉直を知人に分類していましたが、彼にとって彼女は自分の恋人、一時同居したことで一方的に付き合っていると思い込み、将来的な結婚の妄想さえ広げていたと想定されます。喧嘩の内容から判断すると、茜さんの息子が誕生日だったことで、彼はそのプレゼントを買いに出かけようと申し出た。彼女はもうお店で働かないと揉めていたのではないでしょうか。茜さんにしてみれば暴力を振るう最低の男、全く恋愛感情の湧く相手ではないけれど、執着していた吉直はどうしても自分の気持ちを受け入れてもらいたかった。こんなに好きなのになぜ分かってくれないんだと詰め寄ったかもしれず、彼女が言い放った、今後は関わりたくないという言葉に反応したのでしょう。犯行翌日に出頭した彼の公判は2021年5月27日に開かれ、裁判長から、被害者の長男は母親を間近で手にかけられ、将来に及ぼす影響は計り知れない、犯行対応の残忍さから検察が適切な量刑を選択したとは言えないとして、懲役20年の求刑に対し懲役22年で判決しました。控訴するかどうか確認できないため、今後も注目すべき事案ですが、無期懲役にならなかったのは自ら出頭したことが反省していると認められ、量刑が軽減されたのかもしれません。ただし出頭は自ら警察や裁判所へ足を運ぶこと、自首とは別物です。彼の場合は事件発覚後の出頭なので自首が成立していません。しかし犯行を認め出頭しているため、本来であれば懲役30年も想定されますが、
公判での態度なども含めて総合的に判断され、結果として懲役22年という判決になったと推測されます。吉直はなぜ出頭したのでしょうか。ここからは彼の心理も含めその感情へ迫ります。吉直は犯行後、茜さんの車で兵庫県姫路市から京都府京都市まで約 131km 逃走しましたが、最終的に逃げ切れないと判断し、京都府警上京署に出頭しました。この行動の背景には複雑な心理が働いていたと推測されます。まず吉直には前科があり、刑事司法システムについてある程度の知識があったと考えられます。2006年にタクシー強盗で逮捕された経歴があり、このような経験から出頭することで量刑が軽減される可能性があることを理解していた可能性が高いです。また犯行の状況も吉直の判断に影響を与えたと考えられ、6歳の子供が目撃者となっていること、使用した車両が被害者のものであること、周辺に防犯カメラが設置されていることなど、逃走を続けることのリスクが非常に高いことを認識していたでしょう。特に N システムによる追跡の可能性は逃走の困難さを示す大きな要因だったと思われます。また吉直の精神状態の変化も重要な点で、犯行直後は興奮状態にあり、アドレナリンの影響で冷静な判断ができなかった可能性があります。しかし京都に到着し、車の運転を中断したことで徐々に冷静さを取り戻したのではないでしょうか。その結果、自身の行動の重大さと逃走を続けることの困難さを認識するに至ったと推測されます。吉直は警察の取り調べに対し、彼女と付き合っていたが別れ話になってカッとなり、部屋にあった包丁で刺した、命を奪うつもりだったと供述しています。この供述からは犯行時の激しい感情の高ぶりとその後の冷静さの回復が読み取れます。しかし本当に心から愛していたのであれば、子供の目の前で命を奪うような行動は取らなかったはずです。この点から吉直の愛情は歪んだものであり、所有欲や支配欲が強く影響していたと考えられ、結果として逃走を続けるリスクと出頭することのメリットを比較考慮し、出頭を選択したものと推測されます。この判断には過去の犯罪経験、現場の状況、精神状態の変化、そして逮捕の不可避性の認識など複数の要因が影響していたと考えられます。次に残された息子さんについてお伝えします。事件当時6歳だった息子さんは母親を失うという大きな悲しみを経験し、このような状況下での子どもの心のケアは非常に重要で、専門家によると幼い子どもが親を突然失った場合、トラウマや複雑性悲観を経験する可能性があります。特にこの事件では息子さんが事件現場に居合わせたとされており、心理的影響はより深刻である可能性があります。子どもの保護と今後の生活については児童相談所が中心となって対応し、まず親族による引き取りが検討され、具体的には離婚した父親、茜さんの両親、兄弟姉妹などの近親者が候補となり、親族による引き取りが難しい場合は里親制度や児童養護施設での保護が検討されます。兵庫県の児童相談所によると、このような事案では子どもの意思を尊重しつつ最善の利益を考慮して判断され、また心理的ケアも並行して行われ、必要に応じて専門的なカウンセリングも提供されます。事件から時間が経過した現在、息子さんの具体的な状況は公表されておらず、これは子どもの人権とプライバシーを守るためです。しかし兵庫県の児童福祉関係者によると、このような事案では長期的なサポート体制が組まれ、子どもの成長に合わせて継続的なケアが提供されます。社会全体としては、このような悲惨な事件の再発を防ぐため、DV や児童虐待の早期発見、介入システムの強化が求められ、また、残された子どもたちへの支援の充実も課題となっています。私たちにできることは、このような事件の背景にある社会問題に目を向け、地域社会全体で子どもたちを見守り、支える意識を持つことです。そして関係機関や専門家たちの取り組みを支援し、子どもたちが安心して成長できる環境づくりに協力することが大切です。彼はストーカーではなかったのでしょうか。最後にこの事件の全体像を明かします。
彼女はこれまで5回警察に相談していますが、吉直と一時的にも同居したことでストーカーには認定されていません。警察は彼の前科を知っているものの民事不介入、同棲している男女の血は喧嘩だろうという認識だったかもしれません。茜さんは子供を大切にしており、休日は2人で出かけ、周囲からの評判も上々。しかしキャバクラでの仕事上、異性関係のトラブルに巻き込まれることもありました。聞こえてきた噂によれば、たくさん貢いだけど付き合ってもらえなかった、収入を隠して県営住宅に住んでるからお金が好きで男のことはお金だと思ってたという誹謗中傷まで、様々な話が飛び交っています。ただしお店でナンバーワンだったことから推察すれば、見た目も美しく男心をくすぐる話術にも長けている。そのため冗談で言った言葉を本気で受け止められたり、言葉遊びを勘違いするお客さんも通っていたのかもしれません。遊び慣れていればそれを仕事と見抜く判断力もありますが、そうでなければお金をつぎ込んでしまう。吉直は同僚だったのでそれを知っているはずですが、彼女の魅力にはまった、仕事の上下関係から人付き合いをしていただけの茜さんの対応も自分の中で都合よく解釈したのではないでしょうか。こんなに優しい言葉を返してくれるのは自分を好きだからに違いない。仕方なく一時的に同居したことも、本当は自分を受け入れてくれていると、そのため彼女から今後は関わりたくないと言われたことを許せず、頭に血が上って手にかけた、逃走後は我に返り出頭したと考えられるかもしれません。この事件は警察が深刻に捉えていれば未然に防げたかもしれず、思い込みや勘違いが犯罪の引き金にならないよう願うばかりです。田口茜さんのご冥福を心からお祈りいたします。2014年、大阪府の老人介護施設で働いていた准看護師が失踪するという事件が発生しました。約2ヶ月後、東京都にあるトランクルームから遺体となって発見され、被害者の名前で中国へ出国した女に容疑が固まったものの、不法入国で日本領事館に出頭し、公安当局に身柄を拘束されます。外務省は事件の加害者として引き渡しを要望し、2年8ヶ月後にようやく逮捕されました。彼女はなぜ命を奪われたのか、遺体を遺棄した驚きの手口とは何か、今回は犯人となった女の正体に迫る大阪西成准看護師事件の全容を解説します。まずは事件概要からご説明します。2014年3月21日、大阪府大阪市西成区南津森の市営住宅に暮らす准看護師の岡田里香さん、当時に19歳が勤務先の老人介護施設から帰宅後に姿を消しました。翌22日朝、里香さんの名前で職場へ、しばらく仕事を休みますとメールが送られ、午後以降に同僚が SNS でメッセージを送るも既読がつくだけで返信はなく、1週間後の3月28日に勤務先の職員が彼女の自宅を訪れましたが不在。3月末から4月にかけ両親が体調を気遣うメールを送ると、何度か返信されましたが電話はつながりません。失踪から約1ヶ月後に母親が自宅を訪ね、ベッドの脇から血痕が発見されたことで警察へ通報。その約3週間後に彼女が使用したクレジットカードの履歴も照会され、東京都八王子市にあるトランクルームを捜索した結果、腐敗が進んだ女性の遺体が発見されました。そして里香さん名義のパスポートで中国へ出国した元同級生の存在が判明し、それと同時に遺体の身元が DNA 鑑定で彼女であると断定されます。大阪府警は外務省を経由し元同級生に出頭を要請。女は里香さんの許可を得てパスポートを入手したと主張し、失踪については何も語りませんでした。そのため日本総領事館は中国に不法入国した人物として女の身柄を中国当局へ渡し、大阪府警は身柄引き渡しを求めましたが、すぐには応じてもらえず、2年8ヶ月後の2017年1月25日詐欺容疑で逮捕した後、約1ヶ月後の3月3日里香さんを手にかけた容疑でも再逮捕したのです。では犯人の身元をお伝えします。女は日系ブラジル人の大石ケティユリ、逮捕当時35歳で、里香さんにとっては小中学校の同級生です。日本名表記は通称大石ユリと呼ばれているため、ここでもそう表現します。
大石は日系ブラジル人3世としてブラジルで誕生。小学校入学前に両親や弟と共に日本へ来日し、小中学校時代に彼女と出会いました。大阪の公立高校入学後に一度ブラジルへ帰国。ブラジルの高校を卒業した後に10歳で日本へ戻り、2年間は大阪府大阪市西成区でコンビニのアルバイトをしながら暮らします。そのアルバイト先で中国籍の女性 A と出会い、2011年4月 A が東京都内にある大学院へ進学したため家族へ、この子と一緒に住むからと告げ、共に東京都八王子市下湯木2丁目のマンションへ転居。それ以降は実家とも音信不通でした。大学院生も共犯ではという噂がありますが、彼女は事件当時中国へ帰国しており、大石の単独で間違いありません。続いて事件発生に至るまでの経過をお話しします。二人の再会は2014年2月1日、Facebook に上げられているリカさんの投稿へ彼女がメッセージを送り、友人に呼びかけ、小学校の同級生4人で食事をしました。そこから交流が始まり、大石はリカさんの自宅を訪れるようになります。しかし事件当日の3月21日、帰宅したリカさんを待ち伏せ自宅に泊めてほしいと要求。翌22日午前8時、リカさんは友人へ、昨日の夜、帰宅したら家の前で待っていて、いさせてくれと言われた。断ったけど仕方ないから入れた。来る連絡もなかったのに理由も言わない。早く帰ってほしい。と現状を伝え、職場に欠勤の連絡を入れました。リカさんが、早く帰って。と立ち上がった次の瞬間、大石はバッグからナイフを取り出し、彼女の腹部を刺します。3月23日ホームセンターで購入した緩衝材や段ボール箱を使って遺体を梱包。さらにリカさんを装い、粘土のフィギュアを送りたいと宅配業者へ連絡を入れます。翌24日品名に人形と書いた長さ2メートル重さ50キログラムの段ボールを東京都八王子市のマンションへ運搬。翌25日に受け取り、4月下旬トランクルームに移動させました。彼女はなぜ元同級生を手にかけたのでしょうか。ここではその動機に迫ります。大石は一緒に暮らしていた A を慕っていました。二人で愛者だったという情報も存在しますが確認は取れません。ですが同居していた 2LDK の部屋にベッドが一つしかなかったこと、手をつないで楽しそうに歩く姿も目撃されており、そのような傾向があったことは事実かもしれません。しかも彼女は A に経済的な面で依存していました。A は北京市出身。2013年秋に大学院を修了し、2014年5月から中国の上海にある日系企業に就職が内定していました。そのため部屋を退去することも決まっており、事件当時は様々な手続きで一度中国へ帰国していたのです。A は4月下旬に再度日本へ入国しており、大石は A が中国へ行っている間に、遺体をマンションから約300メートル離れたトランクルームへ移しています。そして5月3日2人で羽田空港から上海空港へと行。リカさんの母親が自宅を訪ねた時、犯人はすでに日本を離れていたのです。大石は A と一緒に中国へ向かうため、リカさんの命を奪いました。彼女の正体は奈良県を拠点とする日系ブラジル人の広域窃盗団構成員組織の末端ですが、車上荒らしや不法就労に関わり、奈良県警の盗犯係には知られた存在です。2010年日系ブラジル人との間に金銭トラブルを起こし、警察に身柄を拘束されたことでビザを更新できず、在留資格が失われて不法滞在者になりました。そして A を頼り、経済的援助を受けていたのです。 A がいなければ私は生きていけない、ずっと一緒にいたいと思い、リカさんになりすましてパスポートを作成するため犯行に及んだのでしょう。中国では現在フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、マレーシアのパスポート所持者に限り、15日以内の滞在であればビザを免除する措置が取られています。これは中国政府の意向により左右されるため、時期によって変わることもありますが、日系ブラジル人にはパスポートが求められます。大石は日本での逮捕歴があり、不法滞在している状態なので自分名義のパスポートを取得できません。 100% 発給されないわけではないものの、渡航先の中国で施行された法律により、
国に入ることを認められない者に該当する可能性も高く、発給制限がかけられるかもしれない。そうなれば永遠に A さんとは暮らせない。彼女はどうしようかと思考を巡らせ、偽造パスポートで出国する方法を窃盗団仲間から聞いたのではないでしょうか。2014年当時、中国では日本人であれば最長14日間の滞在に限り、ビザを免除していました。そのため日本人を装えば、パスポートを取得しなくても中国への入国が認められる。しかし大石の目的は短期滞在ではなく、長期にわたって A と一緒に過ごす時間。そのためには何が何でもパスポートの取得が必要でした。次に遺体遺棄の状況から考察します。詳しい情報は明らかではありませんが、大石は理香さんを手にかけた後、遺体から息を抜きました。おそらく腐敗を遅らせるために実行したと考えられますが、彼女はもともとその知識を持っていなかったと思われます。警察は遺体を梱包した遺留品から、大石の指紋を採取しており、決定的な DNA を残していたと考えれば、血抜きまで行ったにもかかわらず、後始末はずさんだったことになります。不謹慎かもしれませんが、遺体を血抜きするほどの人物は、検出できる状態の指紋を残さないと想定されます。なぜなら血抜きには多くの手間と労力を伴いますが、指紋の付着を避けたいなら手袋をはめる、あるいは布で拭き取るなど誰でも簡単にできる。意識していなかった。うっかり忘れていたという場合も考えられますが、わざわざ遺体を梱包までした彼女が指紋を残したりするでしょうか。大石は理香さんのパスポートを偽造した以外にも、彼女の名義でクレジットカードまで作りました。そのカードで食料品や衣料品、日用品や家電製品など合計100万円を使用。遺体発見の直前も中国で使っています。彼女と A は5月3日に上海へ入国して以降25日間行動を共にし、いくつかの住居を転々としていました。そして5月26日、2人が住んでいた東京都八王子市のマンションが家宅捜査された当日、大石と A が上海の日本総領事館へ出頭し、一度は帰宅するも翌27日午前11時、今度は彼女が一人で出頭しています。この時 A は仕事を休んでいますが、会社とは連絡を取り合っている状態だったそうです。大石は遺体の血抜きや梱包に関して、窃盗団からアドバイスを受け、教えてもらった通り実行した。しかし指紋やクレジットカードの使用についてまで、考えが及ばなかった。だからこそ犯行手口や遺体状況には計画性がうかがえるものの、犯した罪を露呈させるような状態を自ら示してしまったのかもしれません。事件はどのように決着したのでしょうか。ここからは裁判判決を踏まえ語ります。2019年12月12日、大石には大阪地裁で無期懲役が下されました。しかし弁護側は、被告は乖離性同一性障害であり、責任能力は限定的である。と主張。それに対し大阪高裁は、善悪を判断した上で行動したことは明らか。と控訴を棄却し、同年12月25日最高裁まで争われます。ただし上告は棄却され、当初の判決が覆ることはありませんでした。弁護側が主張した乖離性同一性障害とは、いわゆる多重人格のこと。彼女は普段おとなしい面を持ちますが、それと並行して大胆で冷酷な人格も存在すると、犯行当時は冷酷な人格に支配され、行動を制限できなかったと述べていますが、理香さんの命を奪った後、シャワーを浴びた合理的な行動が確認されているので、別人格に支配されていたという指摘には当たらないと判断されています。最後に身柄引き渡しに時間が費やされた理由を検証します。中国と日本の間には犯罪人引き渡し条約が結ばれていません。そのため日本で犯罪を犯して海外へ逃亡した場合、渡航先の国は容疑者の身柄を引き渡す義務はない。しかし最近では日本からの見返りを期待して協力する国も増え、条約が結ばれていなくても身柄を確保できる。日本と条約を結ばないのは極刑があるからと言われていますが、中国は日本と同じで極刑を廃止していない国です。そうであるならなぜ身柄引き渡しにこれほど時間がかかったのでしょうか。大阪府警は日本総領事館から要求していますが、中国側からすればパスポートを偽造して入国した不法滞在者、
詳細は確認できませんが、中国の刑法には遺体遺棄の罪に対する項目が存在しておらず、外交ルートを通じてもパスポート偽造の罪を優先して取り調べていたのかもしれない。もしくは位置感情もあり、尖閣諸島における領有権の問題から協力要請を却下され交渉には時間がかかったのかもしれない。いずれにしても中国の公安当局は国からの指示で動くため、そこには一般人では立ち入れない機密情報が存在していると考えられます。大石は A にどこまで話していたのか、 A は本当に何も聞かされていなかったのか、今となっては A の素性も追及できず、実行犯のみ逮捕された形ですが、彼女に血抜きを指南したと思われる窃盗団や日本総領事館まで同行した A の存在は曖昧なので、全ての真実が明らかになったとは言えないかもしれません。この事件では海外逃亡されていますが、どこへ逃げようとも身柄引き渡しがスムーズに進むよう願うばかりです。岡田里香さんのご冥福を心からお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。あなたはこの事件をどう感じましたか？